豊橋市は全国トップクラスの農業生産額を誇る大産地で、豊橋で作られた野菜や果物などは日本中の食卓に届けられています。そんな豊橋市で今話題のこだわり野菜があるといいます。それは一体何なのでしょうか。最近さ、うん、なんかあの市役所行った時に、うんうん、白いブラックサンダーなんか北海道だけ売っとるやつを食べてたね。めっちゃ美味しかった。いいな。そう、なんか最近食べてる？最近ね、うん、L チキばっかなっちゃう。やば、カロリー絶対やばくないそれ。何あれ、え待って、何あれ、え嘘、えでかくなるの、何あれ。何やら気になる建物を見つけた2人、えちょっと今回はどんな出会いや発見があるのでしょうか。最新鋭のハウスに行きたい。男性が乗っているのはセグウェイ。今回も楽しい発見が盛りだくさん。 JK 広報室の豊橋街歩き。ここは何なんですか。ここはミニトマトを作ってるんですけど、ミニトマトすごい、緑だね。ミニトマト緑じゃん。え、緑なの。そう、緑だけじゃなくて黄色と赤とオレンジもあります。オレンジ、すごい。じゃあよかったら見てく。あ、いいですか。いいですか。はい、どうぞどうぞ。じゃあ中へ。おいしそう。冬でも温暖な豊橋では南部地域を中心にたくさんのミニトマトが栽培されており、ほぼ1年を通して全国へ出荷されています。最新鋭の設備により温度や湿度を細かくコントロールして作られる高品質のミニトマト。カラフルでとても可愛らしいです。ミニトマトは房の上の方から徐々に赤くなっていくんだけど、そうで、このクレアレッドっていう品種はあのそうヘタを残して収穫して出荷するやつで、そうヘタなしで出荷するやつで、でこうやってちょっと優しく持って、ねじるように取るとあの簡単に傷がつかずに取れるから、ちょっと食べてみに。いいの、いい、いいよ、はい、ありがとうございます。美味しそう。いただきます。甘いですね。あ、そう、でもこの取れたてはちょっとまだ酸味が強いので、あのスーパーに並ぶ頃になるとまたちょっと酸味が抜けて味が変わって、うん、また濃くなって美味しくなります。新鮮なトマト美味しそうですね。その横をスーッと通り過ぎる男性が、何、え待って、でこなしてる。あ、すごい。え、何あれ。なぜかセグウェイに乗って現れたのはミニトマト農家の伊藤光晴さん。こんにちは。え、これ何ですか。ミニセグウェイです。え、やっぱセグウェイなんだ、うん、なんでセグウェイ乗られてるんですか。あのハウスね、これだけ長いと移動が大変なのでこういうものちょっと買ってみようかなと思って買ってみました。すごい、回ってる、自由自在に。すごい、そう、楽しそう、うん、毎日ね、ここ行ったり来たりよくするので、うん、ちょっとこういうものも必要かなと思って、うん、すごい広い施設ですね、うん、そうですね、だいたい3000平米ぐらいあります。3000、はい、だいたい何メートルくらいあるんですか、うん、ここのね、通路が 62.5 メートル、このコンクリートが張ってあるところはね、50メートル。あとね、測る、走っちゃう。この奥行きが 51.5 メートル。じゃあちょうどここが50メートル走れるぐらい、はい、すごいよね、だもんで、もうあれだよね、結構ある。うん、トマトって外で作ると思うんですけど、なんでハウスの中で作られるんですか。うん、豊橋のミニトマトっていうのは夏に植えて1年と経って収穫して1年後ぐらいに終わるんです。だから冬にが中心なんですよ、収穫するのが。だからハウスで囲ってあげないとあの凍ってしまったりするので、その中であの育てています。あれだよね、土がさ全然見当たらなくて、どこから生えてんのかなって。浮いてる。そう、地面から浮いてて、茎も巻いてある。そう、ど
ここからどうなってるんですか、この中。ちょっと中を見てみますか。あ、いいですか。お、すごい。あ、すごい。土だ。え、なんか、え、なんか見たことない。なんでこれ。うん、これが土の代わりで、ココピートっていう、ココヤシを砕いたもの。へ、うん、で、ここに植え、その上に植え苗を植えて、うん、あとここからね、水が出てくるんですよ。へー、すごい。じゃ水なんですか。うん、ここからね、水がずっと伝わって、ここが落ちるんですよ。全部植えないんですね、苗って、土の中に。うん、そうですね、置くだけで大丈夫です。へー、すごい、なんか見たことない、初めて見た、こんなの。うちも初めて見た。なんでこんなトマト甘いんですか。栄養は与えてるんだけど、水はちょっとあんまり与えないようにして甘くしてるんですね。そうすると糖度が高くなるので、うん、糖度って何ですか。うん、糖度って甘さの数値なん なんだけど、ちょっと測ってみる。測ってみる。果たして糖度は、うん、11.4 度ってどのくらいの甘さなんですか。うんうん、スーパーで売ってるのだとだいたい7度ぐらいかなって思うので、まあ、結構甘い方だと。え、じゃあここのハウスのトマト結構甘いですね。うん、11.4 度。そう、結構違うもんね。うん、甘くて濃いと思いますよ。うん、そうなんです、豊橋市のミニトマトはフルーツのような甘さが特徴です。その糖度はなんとスイカや桃並みの甘さなのです。生で食べてもすごく美味しいんだけど、うん、料理をしても美味しいのでちょっと食べてみる。いいんですか。じゃああっちでちょっと料理を一緒にしようか。じゃあ息子が料理得意なので、うん、息子にお願いしますね。お願いします。今から何を作ってくれるんですか。今からはトマトの肉巻き天ぷらを作っていきたいと思います。肉巻き天ぷら、はい、初めて聞く。トマトって天ぷらできるんですね。そうですね。豚肉に塩を振り、大葉とチーズを乗せていきます。トマトも乗せて包んだら、天ぷら粉を絡めて揚げていきます。天ぷら粉を最後垂れて、あー、美味しそう。いいね、音がいいもんね。これで完成になります。オレンジだった。おいしそう。お、綺麗。次にミニトマトのポテトサラダ春巻きを、はい、ちょっと用意しました。ポテトサラダは春巻き、はい、うわ、これも初めてだ ね、 ね、もうなんかポテトサラダは火入ってるので、はい、もうカリッと揚がれば出来上がりです。おいしそう。カラフルで美味しそうですね。完成しました。イエーイ。すごいカラフル。うん、うん、うん、甘い。甘い。すごい美味しい。後からすごい大葉が来て。あ、本当。うん、うん、うま、甘い。うん、うま。ポテトサラダの味もすごいして美味しい。うん、めっちゃトマト。どんどん。ちょっと食べよう。全部、いろんな種類の。いいよいいよ。新たな発見に美味しい料理。豊橋の魅力をまた一つ知ることができ、大満足の2人でした。この番組で紹介したミニトマト、JA 豊橋甘え気味4色ミックスを抽選で10名様にプレゼントいたします。応募方法は、住所、氏名、年齢、電話番号、番組の感想をハガキに記入し、ミニトマト希望と書いて、豊橋市役所、JK 広報室へお送りください。締め切りは5月17日です。皆様のご応募お待ちしております。この番組は豊橋市がお送りしました。この後は街角ネット田原。